片足。一応足も押してるけどね。そうですね。カーブの後半で、前に出ちゃって、OK だった。よくこらえるな、あれを。入れ替えをする練習、体に覚えさせることは大事ですね。できるだけ正確にまっすぐ。
やばいね。今だとどんなイメージだったの？荷重ポイント。割と内足行ったよね。後ろはだって。割と外足をなんていうか置いてけぼりっていうか。うん。内足重視で滑る感じ。うん、内足使うときにさ、こういう運動、この膝を下げて前足は前に上げる。ただ単純に下向きに荷重するじゃなくて、円運動的な動き。いや、こっちの膝はこっちに出てくるんですよ。違う。内側じゃなくて、後ろ？うん。だから、より内スキーの、こんな感じで、内足はこう、外足はこう。ここら辺で首にアタックするんですよ。ここからこう上半身前にしながら上半身前傾しながら、そう今度膝をめっちゃ落とす。この膝を右、この膝をクリーンで落として前へ。低速でもできる。ここから。そんな感じ。地面掴む。これだとただしゃがむだけになっちゃうから、今だと自分から伸ばして加圧していける、力の相手ができる。
うん、今日初めて入れたんですよ、これ、はい、そして、買い立てるのどうなることかねで、この状態でこれを前にバチンって、うん、で、ちょっとかかと上げてみて、うん、それで、OK だね最初硬いよね、わあ、そう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 、膝下げる、膝そうそう、膝下げる、ナイスナイス、綺麗綺麗、そうそうそう、おー、めちゃめちゃいい完璧です、まだ2時間だよすごいすごい、ゴそこの斜面の代わりまで行ったらちょっと滑ってみてもらえる、なんでそんないきなりうまいのどれ履いてどれぐらい、昨日一本滑った時に滑って、うんうん、朝ただ閉じたらお尻下がっちゃうから、ここの120度から90度以下に絞っていくときはもう膝を落としながら、うん、そうそうそう、結構そうそう、うん、この動きで出してるけど、うん、うん、うん、ちょっと止めてみて、そっかの実際はここからこういう反発もらえるから、うん、うん、そうそうそう、こう、うん、めちゃくちゃいいわ、うん、打ち足の感じも完璧、うん、できたね、もう完成めちゃくちゃいい感じで、2日目実質初日だよ。